サーバーのバックアップは Excel や Word ファイルなどデータだけをバックアップすればよいとお考えではありませんか？サーバーにはデータだけではなく OS やアプリケーションといったシステム、またその設定情報も入っています。データのバックアップがどれだけ万全でも、肝心の OS やアプリケーションがなければデータを使うことはできません。例えばサーバーのシステムが故障してしまった場合、ハードディスクなどサーバー機器を修理した後に OS やアプリケーションの再インストールを行い、その再設定をしてからデータを戻すことになります。これには手間と時間がかかり、長時間データを取り出せず業務を止めてしまうことになります。そこでおすすめするのが、 Windows サーバーを簡単に丸ごと保護できる低価格なイメージバックアップソフトウェア、 ArcServe D2D です。 ArcServe D2D を使用するとデータとシステムを一緒に丸ごとバックアップすることができます。そのため、もしサーバーが故障しても、OS やアプリケーションの再インストール、再設定をせずに丸ごと復旧することができます。業務再開までに必要な手順をより簡単に、より短くすることができるのです。また、サーバー丸ごとではなく、ファイルを一つだけ戻したいという時でも、ArcServe D2D での操作はとても簡単です。Windows Explorer から ArcServe D2D のバックアップデータを開くと、バックアップ対象のデータと同じようにファイルとして閲覧することができます。このファイルをドラッグ&ドロップするだけで簡単にファイルを戻すことができます。バックアップソフトウェアの独特の操作を覚える必要もありません。ArcServe D2D の大きな特徴は、バックアップに使われるテクノロジーです。まず、バックアップの際には、Windows 標準の VSS を使ってスナップショットを撮るため、ユーザーやアプリケーションが使用中のファイルでも、特別なオプション機能なしでバックアップすることができます。また、ArcServe D2D では、定期的にフルバックアップを行う必要はありません。初回にフルバックアップを取れば、2回目以降は変更のあったブロックだけ増分バックアップを行います。定期的なフルバックアップを行わないので、バックアップ先のディスク使用量を大幅に抑えることができます。このように ArcServe D2D はサーバーのシステムもデータも丸ごと簡単に手放しでバックアップ運用ができ、復旧時にはサーバー丸ごとはもちろん、希望のファイルだけをリストアすることもできるので、専任の管理者がいらっしゃらないようなオフィスでも手軽に利用いただける製品です。詳しくは CA テクノロジーズジャパンダイレクトまでお気軽にお問い合わせください。